マイド。さあ始まりましたマイドジャーニー、今回はこちらのメンバーでお送りしまーす。じゃあね、ちょっと代表して河内田くん意気込みの方お願いします。はい、生きがいは北から、愛は河内田から、笑顔キラキラ13歳河内田翔です。お願いします。あれ今日リュウセンもやってもらっていい？僕のキャッチフレーズ、リュウセンちょっとやってもらっていい？生きがい西から、愛は大西から、笑顔ピカピカ15歳大西流星です。可愛い、一緒やね。待って、そうやってキャラって奪われていくんだ。いいね、頑張っていきましょう。それではね、早速今回のテーマを発表していきたいと思います。こちら、キアマジックスペシャル。それではね、ゲストの方に登場していただきましょう。はい、この方です。お願いします。本日のゲストはマジカのキアさんです。お願いします。いやまあ大きいですね。はい、大きいですね。このね、僕らと並ぶとやっぱり全然ちゃいますけども。身長何センチですか？190です。おおしゃれ。190、おしゃれ、すごいな。全然ちゃうやろな。この身長から繰り出されるマジックはすごいんですよね。ちょっと早速一つマジック見せていただいてもいいですか？あ、いいですよ。はい、いきなりいいんですか？まあ、190だからといって上から行くわけではない。では早速、皆さんの身近にあるようなものを使ってマジックやると一番不思議なんですね。お札です。はい、よかったらもちろん本物です、ね、仕掛けがないかどうか確認してください。よかったら確認してくださいね。はい、いいですね。特に普通のお札ですよね。これはいただいてもよろしいですか？違う、これは仕掛けはありません。はい、では今日はこの5000円どうなったら嬉しいですか？50万円ぐらいになったら嬉しいです。倍になれば嬉しいです。倍になるだけでも、はい、分かりました。1万円ということですか？はい、じゃあしましょうか。そうしましょう。いきますよ。はい、1、2、3、4、5000円ですね。はい、この5000円が1万円でいいですね。はい、ではよく見ておいてください。一瞬ですよ。せーの、それも1万円にします。もちろん本物です。これ使われたもちろん。本物や。はい、ほんまや。すげえ。結構僕横から見たんよ。俺見てた。急に変わったよ。はい、一瞬過ぎて分からんかった。このマジックのすごいところは、お金が変わることよりもみんなの目つきの変わりようがすごい。ほんまにすごい。いや、すげえわ。いや、すごい。これ気に入ってくれました？はい。あ、だったらいいねってしてください。いいね、いいね。ああ、そのままいいですね。その親指を使いましょう。ちょっとこちらに来ていただいて、ここ何をするんですか僕？じゃあこれつまんどいてください。これこうやってる。うん、そうそうそう。これでもうすり替え効かないよということですね。あ、もう、はい、これで変わったら本物じゃないですか？はい、いきますよ、せーの。うわー、もういいですよ。もういいですよ。裏も表も中身も見ましょうか。1、2、3、4、5000円、間違いですね。待って、すげえ。もう抑えてたよ。で、ブイチ君もめっちゃ可愛いポーズなんだ。可愛い、ブイチ君、ブイチ君、俺抑えてた。いや、マジで怖い。もうで、すごいね。抑えてたの。ちょっと、でもね、うん、関西ジャニーズジュニアでマジックやってる人いるじゃないですか。はい、川北君がいるんですけどもね。川北君マジック得意よね。はい、得意です。どうですか、川北君は？いや、もうほんまにもう比べ物にならんぐらいすごすぎて、もう言葉にできない。そう、だからほんまにボリュームが急にかこういう体験なかなかないからね。楽しんでいきましょう。今回はね、キラさんの秘密に迫りながらもたくさんのマジックを披露していただきたいと思います。それではマイドジャーニースタート。はーい。海外でもショーを開催している今大注目の凄腕マジシャン、キラ。プロフィール見ていきましょうか。はい、こちら、はい、脱サラしてプロのマジシャンに。すごくないですか？どういうことなんですか？本当はね、マジシャンになるつもりはなかったんですよ。全然なかったんで、趣味でやってた程度でね。で、そのままやってたんですけども、会社を、まあ、仕事を辞めることが初めにあって、はい、その後で生活のためにマジックのアルバイトを始めたんですよ。うん、でそれがきっかけでもそのまま
今に至るという感じです、はい、じゃあそれ独学ってことですか。そうですね、独学です、さっきのも独学で。独学です、師匠とかいると思ってた。そうですね、あの勉強の仕方は本とか今だったら DVD とかね、いろんなレクチャーをプロがやってるのがあるんですよ、それで勉強するんですね、まずは。それだけで、あの日本人クローズアップマジシャンって書いてるんですけど、はい、具体的にどんなものなんですか。クローズアップマジックっていうのは目の前30センチ、先ほどお札のマジック見せましたよね、ああいう目の前30センチで見て、そして、体感してもらうような、そういうマジックの種類のことです。僕の場合は目の前30センチ以上に、さっきやったように触って、0センチ距離なし、ゼロで、できるだけやるようにはしてますね。キラさんはクロースアップマジシャンとしてラスベガスで単独ショーを開催。そんなキラさんが最も得意とするスゴ技エスティメーションとは、カードを使ったテクニックの一つですね。見えるテクニックと見えないテクニックがあるんですよ。見えるテクニックというのはあのカードを切ったりとかね、目の前でもう誰が見ても見える、うまいなみたいなカードさばきだったりとか、はい、エスティメーションというのは見えないテクニック、見えないテクニック、ちょっとやってみせましょうか。はい、それが分かりやすいですね。見えないカードテクニックエスティメーションとは一体、カードを使ってそのスゴ技を披露。カードを切るテクニックですね、例えば先ほど言いました、すごい、はい、これが見えるテクニックですね。日本人はこう切ります、はいはい、アメリカ人は横向きに切りますね、こうやって、はい、あ、俺横向きや、俺アメリカ人、違う、これが見えるテクニック、はい、見えないテクニックというのは堂々とやります。例えばこう持ちますよね、はい、これが何枚あるかが正確に分かるというね、エスティメーションというテクニックはそういうことです。パッと持った瞬間にこれが何枚あるかが分かります。はい、嘘だ、これは16枚ですね。いやそんな、いやちょっと数えていいですか、ちょっといいんですか、数えましょうよ、勝ってませんよ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、もう怖い、バケモンやん。いや今のはまぐれかもしれませんか、あ、まぐれ、もう一回、もう一回お願いします。あ、じゃあ、はい、あの西畑くんね、好きな枚数適当に上から束でこう取ってみてください。やば、それでもいけない、いいですよ。じゃあちょっと多めに取ります。多め、多めに。それは分からん。これ、これは分からん。これは多いよ。これは22ですね。22、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。うわあ、なんでよ。じゃあ好きな枚数大西くんいい、言ってみてください。一発で取ってみせます。はい、11枚こうやって今ズルなしで取ってるの見えます、はい、これ今一発で目の前でなんか数えたとかそういうことないの分かりますよね、はい、え、嘘だ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、うわー、ちゃんの番号言いたい、え、あ、どうぞ、マイスだね、マイス、どうぞどうぞ、490、あ、ないね。というわけでですね、ほら、行かれた。マジシャンキラの凄さが分かったところで、ここからは関西ジャニーズジュニア一のマジシャン川北くんがその腕前をキラさんに披露。このトランプを使ってマジックをやりたいと思います。はい、はい、じゃあ1枚じゃあパラパラ積んで1枚指で選んでください。いきますよ。遅い、あ、おいおいおい、マジシャンジョークですかこれが。じゃあ遅く行くんで選んでください、はい、入れたいね、はい、はい、じゃあこれみんなとカメラさんにも見せてください、はい、お、カメラさんこれです、覚えてください、はい、OK、はい、覚えましたら、はい、ここに入れてもらって、はい、はい、これでもう分からなくなりました、はい、テロ大丈夫テロ大丈夫テロ大丈夫で、この封筒の中に予言が書いてあります。予言、開けてください。え、予言、予言ってどういうこと、開けてください。ちょっとくしゃくしゃやけど、ポケット入れてたからな。お、手紙が入ってます、あ、怖いから、誰からの、入ってますね、予言、クローバーの Q を指さしているでしょう。違いますか、クイーン、Q、クイーン、クイーン、どうですか、これですね、
違いますね。違いますね。違いますか？違います。ちょっと違いますね。予言のやつではないですね。これなんですが、やっぱり違いますかね。あれ？やっぱり違いますかね。それじゃないですね。よく見てください。よく。うわ！違います。よく見てください。よく見てください。違います。よく見てください。何見てるよ。よくよく絵を見てください。おお何それ。無意識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 。よく見てくださいよ。ん？四国見て見て。うわ人がね指さしてることになってるでしょ。ほんまプロの目から見てどうでした？途中にジョークを入れたりとか、なんか楽しませようというふうにされてるところがすごくいいところですね。はい、とても嬉しい。とても嬉しい。今回はですね、こんな企画をご用意いたしました。はい、こちら。これができれば君もスター。スタッキングに挑戦。CM の後、川北くんに負けじとキラさんが本領発揮。超絶テクニックを連発。さらにジュニアメンバー挑戦で奇跡が起きる。